なんかね、ロールスロイスの電気自動車が発売されたみたいで、スペクターっていうね。まあ、ここはスペクターにしましょうか。で、あとなんか、久保さんの動画が流れた後、まあ、その車関係のニュースが流れたんですけど、<laughs> まずロールスロイスのスペクターと、あと2000、ロールスロイスは2023年か2024年全部なんか電気に変えるみたいなんですけど、で、あと国の方針もなんか、 あのー、電気 EV 廃止なんかあなんだ全部なんか新車で出す場合はそれに切り替えろみたいなねなんかそういうなんか法案が出たらしいですけどね、まあ、世界の流れですよねもうあの排ガス車も出すなみたいなね <laughs> まあ逆に言うと排ガス車がどんどん高値になっていくっていうところもあるんだけども時代の流れでどん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  変わっってていいくんじゃないかなかうところですねロールス・ロイスがね、電気ってなんか、あれですね、なんか、時代が変わったなっていうのは思いますけどね。何が言いたいかっていうと、まあ、その、なんだ、変えないといけないってことです、いろいろと。変えないといけない。<laughs> まあ、そのね、久保さんの,その事例でも、動画の中であったと思うんですけど、その今までネットでやってたけど、えー、久保さんは会うっていうことをやってて、 で、その方もなんか会うっていうことに切り替えたら売れたみたいなね。うん。だからまあ変えていかないと、ダメだったら変えていかないと、まあ、いい結果は出ないんですよね。同じことやってても。うん。そう。最近はね、ただ、まあ僕もある意味変わったっちゃ変わったんですけども、昔は会うっていうことをやってたんですけども、今会わなくても信頼関係が作れるようになってきたっていうのは、昔と変わったところはそれですね。 まあ会って、直接会ってね、セミナーやったりとか対面でやった方が、それはもちろん信頼関係を構築するのは早いし、売りやすいんだけども、今はもう、誰とも会わず、誰とも会わず、一回も会ってないんだけど、吉谷信者ですみたいなね。結構吉谷信者が増えてきましたね。でも、その吉谷信者の方と一度もお会いしたことないっていうね。面白いですよね。信者なんだけど、 あのその信者の方と一度もお会いしたことはないっていうね、なんか不思議な現象が生まれ始めてるんですけど、うん、まあだから昔とすげえ楽になりましたね、昔はやっぱ直接会って、まあね、久保さんともセミナー相当やりましたしね、億万長者合宿もやって4年前ぐらいですもんね、もうね、平成、今、令和4年でしょ平成最後に億万長者合宿やったんで、まああん時はまだリアルでね、まあ、コ,ロナコロナもなかったですけども、あの時はリアルで結構ガンガン。 あのいろんな方とセミナーやってましたけど、今もう本当にやってないですね、セミナーね。<laughs> もう全然やってないじゃない。すね。全くやってないですね。うん。まあコロナっていう名前がなくなったらやってもいいですけどね。そう。もう多分当分やらないですね。うん。そのリアルは僕は。うん。逆を言うと、そのリアルで合わなくても売れるように変えてったっていう僕の場合はね。 変わまあ変えていったというか変わったというかまあ時代の流れもねまあコロナっていうのもあったんですけどもうんまあとりあえずまあ変えていかないとまあ何も変わらないよってことですねいってらっしゃる